のプログレスの皆さん、こんにちは。手動画ゲーム YouTuber の吉田のりまさです。ということで、やってまいりました。ありがとうございます。はい。今日もですね、皆さんにためになる、そして面白いお話をね、させていただきたいと思います。まあ、前回の動画をご覧になっていただいた方、多くね、いらっしゃると思うんですけど、まだの方はぜひですね、スマートフォンをね、クルクルクルってね、やっていただきますと、下の方にですね、私の、地球の自転がもしも急に止まったらっていうね、壮大なスケールの動画がありますので、ぜひね、見ていただきたいなと思います。はい。地球の自転というのはですね、時速1600キロというね、高速でくるくるっとね、回転してるわけですね。それがもしピタッとね、ある時止まったら、すべての物、人、水、大気がですね、東の方に向かって、パーンって吹っ飛んでいくというですね、壮大なお話をさせていただいております。そして、その上で、今回はですね、一円玉の話と、ね、いうことなんですけれども、急になんですが、まあ、地球もね、一円でも同じ円なんでね、ご了承いただきたいなと思いますけれどもね、何の話でしょうか。はい、ということで、今回はですね、急にスケールがキュッとね、縮まりましたが、お金の話をね、させていただこうと思います。さあ、今日ですね、1円玉を作るのに1円以上かかるというね、お話でございます。なんと、1円玉を作るのに1枚、1円以上のコストがかかってるという、この事実、皆さんご存知だったでしょうか？私は知りませんでした。そんなこと考えてもいなかったですね。でも今回、そういったことをちょっとね、紐解いていきたいと思います。そして、忘れていましたけれども、ぜひ、いいなと思ったら、この動画、高評価ね、押していただけると、励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。では、行ってまいりましょう。こちらね、原料の値段が上がっていると赤い字で書かせていただきました。これが結論でございます。原料が上がっているので、基本的にコストがかかるよという話でございます。はい、今日はどうもありがとうございます。そうじゃないですね。そうじゃないですね。それで終わってはいけません。こちらの方なんですが、原料というのはですね、基本的に金属なんですね。一円玉なんかのね、まあ、他の硬貨もそうですけどもね。これ発行されたのが1955年、昭和30年ということですね。結構かなりね、昔なんですけどもね。原料が金属。じゃあ金属は何かというと、一円玉に関してはですね、アルミニウムご存知ですよね。こちらですね。一円玉、アルミニウムでできてるわけですね。そして重さが 1g、直径が 20mm と、ね、いうことでございます。さあ、今回ちょっと忘れてましたけども、こちらですね、本を調べるにあたって、こちらの本、馬神出た。こちら、世界の不思議400というね、こちらの本を参考にさせていただきまして、ありがとうございます。はい。ということでですね、行ってみたいと思います。一円玉、アルミニウム。はい。ちょっと歴史紐解いていきましょう。2009年ですね、こちらがですね、その時に作る、原価、一円玉の原価っていうのは、0.8 円。80銭でできてた時代だったんですね。ところが、2011年になりますと、なんと 1.5 円。1円50銭かかってしまうというふうになってしまいました。つまり、1円玉を1枚作ることに、50銭の赤字となってたわけですね。そして2015年、なんと、ご覧ください。見えますでしょうか？ 3 円。1枚作るのに3円かかると、3倍コストがかかる。ね、いうことに、3倍コストがかかるとか、まあ、1枚作るのに3円かかるということでございます。作れば作るほど赤字という形になってしまいました。はい。ではですね、具体的なことは後で話すとして、じゃあ他の5円、10円、50円、100円っていうのはどうなんでしょうかね。ちょっとそこを、紐解いていきたいと思います。5円に関して、こちらはですね、3.5 円、3円50銭で1枚の5円玉を作ることができます。はい。内容としては、銅と亜鉛の合金ということなんですね。はい。続いて10円玉。これは、安いんですね。5円より。2.8 円かかるということで、銅と亜鉛とスズね、の合金でございます。先ほどね、5円玉っていうのはね、銅と亜鉛だけでできてたんですが、ここにスズが加わったということでございます。はい。こちらですね。こちらの動画はね、私また編集は後でするんですけれども、するときにですね、ここのタイミングでですね、広瀬すずちゃんの写真をポンとね、このあたりに入れてたら、あ、さすが吉田のりまさだと。ね、編集すごいと、ね、いうことになるかなと思うんですが、まあ、肖像権とかありますんでね、やめておきましょう。はい、ということで、すずちゃんをちょっとやめておきますね。さあ、そして、その上で50円玉、こちらの方は13円。同じく100円玉13円。約ですね、かかると
ということです。大体同じぐらいですね。はい、そして、内容も一緒でございます。銅とニッケル。100円玉の方も銅とニッケルでできているということでございます。ですので、100円玉の方は 13% のコスト。そして、まあ、10円玉なんかは、ね、30% なんで、まあ、大体ね、そのぐらいに収まってるかなということなんですが、皆さんご存知のとおり、1円玉っていうのはね、そもそもの価値が低いということがありますんで、どうしてもね、原価がかかってしまうということがあります。で、その上でですね、日本の一般的な自動販売機ではどうなっているかというと、1円玉、5円玉っていうのはもちろん使えませんよね。そういう状況にあるわけですね。じゃあ ATM、セルフレジはどうかというと、ATM やセルフレジというのは1円玉、5円玉もちろん使えます。他の硬貨も使えます。ところが、ATM なんかでも、まあコンビニさんなんか行ってみればわかると思うんですが、ATM のところにですね、硬貨入れるかななんて思わしきところはあるんですが、そこにはね、硬貨入れないでくださいと、大抵書いてあります。なんだこれと、ね、いう感じなんですが、まあだからね、大体その1円玉、5円玉とかそういう硬貨ね、なかなか使えない方向に行ってるのかなということでございます。そして、海外の方ではどうなのか。海外の現状をお話ししますと、いわゆる日本の1円硬貨に相当する程度の少額硬貨は廃止という形になっています。全世界全てではないんですが、例えば、カナダのドル1セント硬貨、これは2013年に発行停止ということに、ね、なっているわけですね。今後そういう方向に行くんでしょうかね。ちょっと歴史を見てみますけども、1870年、今から149年前ですね、皆さん生きてましたでしょうか、生まれてましたでしょうかね、私はまだ生まれてませんね。ということで、こちらは、旧1円銀貨っていうのが発行されたということなんですね。旧1円銀貨。そして翌年71年、こちらが旧1円金貨が発行されてますね。銀から金へとね、いう感じでございます。そして3年後74年、こちらが、新1円銀貨が発行ということでございますね。はい、このわずかな年で銀金銀とオリンピックかというね感じですけどもね、発行されたということでございます。そして一気にといいます。1948年ね、こちらの方で、1円大銅貨が発行と。これちょっとね、王っていうんですかね、こう黄色という字ですけど、これ読み方ですね、散々、ネットで調べたんですけど出てこなかったんですね。王、音読みで王、あるいは孔とも言いますね、訓読みで黄色、キーですけどね、もう王なんでしょうね。一円王道かね、発行ということです。そして飛びまして1955年、ね、ここにも書きましたけれども、今の現行の一円アルミニウム化が発行されるという形になります。そしてさらに飛びます。1968年、生産過剰のため1年間製造休止という、どんだけ作るんだということなんですけどね。はい、そんな感じになってしまったみたいです。そして最後、2016年、また一気に飛びます。ミンセット向けを除き、製造休止ということ。このミンセット向きというのは何かと言いますと、貨幣のなんかセットで販売するみたいな感じで、ね、1円玉と5円とかそういったものをなんかセットで、日本だけじゃなくて海外でもね、あるらしいんですが、そういったセットのことを言うらしいです。そのセットのもの以外は製造休止ということなんですね。まあこういった歴史でございます。さあ私これ勉強してみて思ったんですが、やっぱりね、今、電子マネーだったりとかね、もちろんクレジット決済ね、インターネット決済、そういったものが多くなってまいりまして、非常に便利でございます。僕も前、いつも使ってございます。ワンワンワンというね、感じでですね、ピッピッと使ってますけれども、大変便利なんですが、まあ大体そういうね、まあ時代の流れという感じなんでしょうかね。まあいろんな効果も、なくなってきて、もちろん50銭とかね、そういった昔あったんですが、時代の流れというかね、そういう形に、だんだんなっていくのかなという気はいたしますね。はい、ということで、近い未来、近い将来にですね、こういったお金というもの、マテリアルですね、物理的なマテリアル自体がなくなるのかもしれないな、そういうふうにね、今回勉強して思った次第でございます。今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。